はい。皆さん、こんにちは。CF ビルマネジメント代表の小川哲平です。今回はですね、今、不動産投資家はどう動くべきかということで、ちょっとですね、私個人的に、まあ、今、投資家さん非常にこう、悩まれてるんじゃないかなっていうのを、すごくこう、ひしひしと感じておりましてですね、 ちょっと集中的にこの c f ネットセミナーチャンネルで皆様に今皆さんがどう動いていくべきなのかについてちょっとお話をさせていただきたいなと思ってますただこれってやっぱりすごくいろんなね角度からどう動くべきかっていうアプローチをしていく必要があるのでこのね YouTube のまあ性質上ロングスパンでこう長くお話ししていると皆さん全然見てくれませんなのでちょっと今回考えちゃいましてですね だから、この c f ネッ t セミナーチャンネルを私が平日の1週間、5日間ですね、独占させていただいて、今日から5日間ですね、ちょっとこのセミナーチャンネル上で集中的に皆さんが今どう動くべきなのかについて解説をさせていただきたいなというふうに企画しております。これは会社にはまだ言ってなくてですね、今撮影をしてくれているスタッフとに声をかけてですね、私が個人的にやりたいから、 会社には黙っていてくれということで今やってます。なので、ちょっと内緒な企画なのでですね、途中でもしかしたらストップかかっちゃうかもしれないんですけど、そしたらまた考えるんですけど、えー、まあひとまずですね、この平日1週間、5日間ですね、月曜日から金曜日まで皆様に集中的にいろんな角度から今皆さんがどう動いていくべきなのかについてですね、解説をさせていただきたいと考えております。で、どんな話をするのっていうと、 1>, えー、1日目。今日はですね、不動産価格は今後どうなるのっていうこと。結構皆さん気にされてると思うんですけど、意外とその答えってネット上にはなかったりしますよね。ちょっとその点について、えー、まあ私の見解をですね、お話しさせていただきたいと思います。で、2日目が今のいい物件とはということで、 不動産もやっぱりね、立地で選べなんていうふうに言われますけど、ただそれも状況によってどこの場所がいいだったりとか、いくらぐらいの価格帯がいいとかですね、えー、まあどういった物件のタイプがいいとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、今どんな物件がいいのっていうことをですね、お話しさせていただきます。で、3日目に、まあ、買うときにですね、考えていただくこと。 実際にいい物件が見つかりましたでそれを買うってなった時にしっかりと皆様に考えていただきたいっていうことですねをお話ししますで4日目が絶対に避けるべきことということで、まあ、不動産投資における致命傷になりうるところですねこの点についてお話をしますそして5日目にそれを総括して、まあ、不動産投資家の皆さんは今どう動いていくべきなのかについてお話をするということなんでこの セミナーチャンネルを1週間占領しましてですねこの5つのポイントについて解説をさせていただくことで皆様に今どう動くべきなのかっていうね方針を決める集中的なこういったノウハウをですね、えー、まあ身につけていただきたいなと考えておりますので是非ね5日間飽きずに懲りずに本日もですね最後までお付き合いいただければと思います。で 私は誰なんだということで、まず自己紹介をさせていただくと、現在 c f ネットグループの管理会社ですね、プロパティマネジメント部門の会社である CF ビルマネジメントの代表取締役社長です。で、えー、ライセンスは CPM とかですね、CCIM といった、まあ、米国不動産管理協会の認定の資格と、 そして CCIM、えー、まあ米国の認定の商業不動産投資顧問という資格ですね。えー、この2つを用いて現在皆様の物件のえ管理、運営のコンサルティングをさせていただく。まあ、その総括をしておりますえものになります。で 他にも資格はいくつか持っておりまして、で私も個人的に CF ビルマネジメント小川哲平というですね、個人チャンネルがありますので、ぜひね、こちらもチェックしていただけると、えー、私が考えている、重要だなと思うポイントについてまとめているチャンネルになってますので、このセミナーチャンネルとまた違ったね、形、視点から皆様にノウハウを、えーまあ、開示できればと思ってますので、ぜひこちらもね、チャンネル登録をしていただければというふうに思います。 で、私はもともとですね、うちの AM 事業部からこの PM に移動してきまして、で、PM の責任者をやりながら、え、今年の4月1日に CF ビルマネジメントの代表に就任をいたしました。で、それまではですね、自分で会社をやっていたりとかですね、アパート用地の仕入れ営業をしていたり、ハウスメーカーで営業をしていたりとかですね、まあ、不動産業界いろんなところでキャリアを積んできまして、え、現在この管理会社の統括をさせていただいて、 いるわけなので本当ね売買の,の入り口から出口まで一貫して皆様のお手伝いができますので、まあ、今回はその経験を全部集約した今週はその集大成的なですねセミナーとしてこのセミナーチャンネルでもう広く世の中の人皆さんに見ていただきたいと思っているので今回はちょっとセミナーっぽい感じっていうよりも私のいろんな雑談も交えながら話していきたいなと思うのでただ要点はねすごく押さえていると思うので是非ね飽きずに見ていただければと思います。 1>, で1日目の今日は不動産科学はどうなるのっていうことで皆さん本当に気にされていると思うんですけど、えー、まあ実際にそこがね確信に至るには至ってないんじゃないかなと思ってるんですね。で不動産科学はどうなるかっていうと、まあね、いろんな角度からこの不動産科学って予測していく必要があってで私もこのセミナーをするにあたっていろんなところで情報収集もしましたけれどもやっぱりね、えー、去年一昨年ね5年前10年前皆さんいろんな、えーまあ、見解を述べられていて仮説があって。 今でこそ有名なね、評論家の方も、今現在は、実は不動産価格が暴落している、2020年、22年は暴落するなんていうね、コラムを書かれていたりとかして、実際は全然違いますよね。なので、まあ、非常にこう予測が難しいっていうのは、まあ、前提条件としてあるんですけど、ただ、いろんな角度から見ていくと、おおむねこうなっていくんではないかなっていうのは、えー、見えてくるというふうに私は考えていてですね。 一つの要素としてはこのの不動産のマーケットサイクルって呼ばれるものですでこれはまあ基幹投資家の方に今がどんな状態なのか1番から8番どの状態だと思いますかみたいな意識調査をされている団体さんがいてですねえ、まあ、そこの団体さんが、えーまあ、定期的に調査をすることによって人々が今マーケットサイクルのどの段階なのかっていうことがですね、えー、分かるようになっています。でこの1番から始まって8番までこう波があるわけなんですけど皆さんは今どこだと思いますか 結構おととしぐらいから皆さん5番って言ってたんですけどまだまだおととしと比べても地価不動産価格上がってますよね。なのでこれのほんと予想って難しいんですよ。でもう一つのデータとして実際の数字これは国交省の統計ですね、えー、住宅の価格指数なんていうのを見ていくと、えー、緑色黄緑色のぶわーってうなぎ登りになっているのがこれ区分所有のマンションですね。 非常にこうガーッと上がっていっているのが分かりますけどその他のですね、えーまあ、住宅総合住宅地戸建て住宅なんていうところも、まあ、右肩上がりに上がっているのがわかると思いますで、えーまあ、先ほどのマーケットサイクルっていうところで見ていくとこの不動産の周期っていうのは株価と同じくでだいたい7年から15年間ぐらいのスパンでこの波がね一周するんじゃないかなんていうふうな説が えー、結構有力でささやかれているんですけどまあこれがね、えー、まあ真偽は定かではないんですけどまあその話でいくと今3番4番5番6番7番のどこにいるのか分かりませんけどまあ少なくとも今まだ上がっていっているのでまあ345のどこかですよね。 なってくるとじゃあここから先3年とか5年とか10年とかかけていって8番まで起っこっていくのかそれとも今まだ2番3番あたりで4番5番に向かって上がっていくのか、えー、っていうところを見ていきたいわけです。でそこでさっきの国交省の不動産の価格指数とこのマーケットサイクルをちょっと重ねてみていくと確かに流れ的にはこのマーケットサイクルと同じで えー、国交省のですね2008年からスタートしている左端が、えー、2008年なんですけどそこからちょっと緩く停滞していてそこから2番3番みたいな感じで上がってきていて黄緑色の区分マンションなんかは本当ね5番までてっぺんに近づいているイメージなのでここまで上がってればもう天井なんじゃないのかななんていうふうに思うと思います。で私ももこのね重ね合わせて見て見いくとやっぱもう 5番かな今がてっぺんで、これから下がっていくのかなみたいな風に、ちょっと感じたりはしますよね、うん。で、これをじゃあもうちょっと多角的に見ていくと、不動産価格って今後ね、どうなっていくのっていうと、上がっていく要因っていうのもまだまだあるよね。 っていうのが、まあ、不動産投資家プレイヤーが今すごく増えているのであのこの利回りだったらこのキャップレートだったら今ちょっと高すぎるんじゃないかなみたいな金額でも本当にすぐ売れちゃってるっていうのが実際の売買のマーケットでは起きていてですねなのでプレイヤーが多くなっているのでやっぱりそのニーズが高まっているのでその分やっぱり価格っていうのは上がっていくよねっていうことがわかりますし あとはそこに後押しするような形で建築費も今すごく高騰しています。まあ、戦争があったりとかコロナで物不足になっていたりとか物流が乱れているので物流のコストがかかったりだとか、まあ、ほんね、あとは原油価格が上がっていたりとか、様々なこう要因が入り乱れていてその結果として建築費が上がっていて、 これって一般の皆さんが、ね、日常生活で使う消費者物価指数とかと比べてもこの建築資材の高騰の値上がり幅って尋常じゃないんですよ数倍こうバーンと上がっているようなイメージでこれまだまだ上がっていくんじゃないかなっていう見立てが強いんですねなので物も足りなくなってくるしそうなってくると確保するためにお金を、ね、投資しなければいけなくってその分もコストは上がっていくし なんていうふうに考えていくとそこもかなりまだまだ不動産価格上がっていく、えー、まあ要因になりうるよねということそして何よりも今世の中お金が増えてますよねそれは単純にこう銀行中央銀行と呼ばれる金融機関が、えーね、お金をすっているっていうことも,ももちろん一つの要因としてはありますしあとはいろんなこうクレジットデリバティブのサービスなんていうもの仮想通貨をはじめとしたいろんなねクレジット 機能といいうものが増えていて、世の中お金が増えすぎていてお金の価値がむしろ下がっていて物の価値が上がっているよねっていう現象が起きているわけです。そんな中で現物資産と呼ばれるものはもうほぼほぼ一律で価値が上がっている金額が高くなっているわけなのでこういったところから見てもこれからますますそういったデリバティブクレジットが え、加速していくと予想されているので、まあ、その点から考えても実物資産である不動産っていうところの価値っていうものは、まだまだ上がるんじゃないかな、なんていうふうに思うわけです。なので、先ほどのね、このマーケットサイクルの重なり合いから見ても、ここが5番ではなくって、もしかしたら3番、4番、下手したら2番っていう可能性もまだまだあると思います。 なので不動産価格はこれから上がっていくのか下がっていくのかそこはまあ正直言ってはっきり定かではありませんけれどもまだ上がる要因はかなり揃っているので少なくともここ数年間の間にドーンと暴落するっていうことは考えにくくってやっぱりですねじわじわとまだ上がり続けていってどこかのタイミングでね下がり出してくるではないかと ただそれが一律でドカーンと落ちてくるっていうのは考えにくいので、やっぱりね、いろんな制約で不動産の価格が決まってくるので、そこは暴落のリスクよりもですね、今どんな物件が安定的に所有し続けられるのかなっていうところの観点から、不動産の投資選定っていうものをしていただいた方がね、いいんじゃないかなと思います。 ということでですね、えー、本日1日目はこの不動産額はどうなるかについてお話をしましたでこの1週間平日1週間ジャックっていうことなんで、えー、またね明日も、えー、ぜひこの c f ネッツセミナーチャンネルで次は「いい物件とは」についてお話をしますんで、えー、ぜひ明日も楽しみにご覧頂ければと思いますご視聴ありがとうございましたいい物件とは何なのかいかにここの買った時と売った時の差額が小さい方が利益額が大きくなるか いくら投資家さんの期待利回りが一定だったとしても年収が下がっていれば物件金額は下がっちゃうし。